7月5日の毎日新聞です。これ大阪版ですね。ここではですね、全候補者ではなくて大阪の18人ですかねの候補者のアンケートについての結果が出てますね。選択肢についてはこんな感じでございます。対ロ制裁ですね、ロシアに対しての制裁についてはですね、どないせいと思ってますかというようなことなんですけども、こう基本的には現状維持もしくはまあ強化もありかなというふうに思わんではないんですけども、まあ、緩和というふうにこう N 国王なんかは言うてるわけでね。これ日本第一党の人です。この4番とですね、9番の後藤さんですね、後藤さんが埋まっておればコンプリートというようなものを見ましたけども、後藤さんじゃないな、これどこやったかな、誰ですかね、後藤さんのやつ埋まってたりするんですよね。この人新風の人なんでね。で埋まってない人、あ、国森か、この人は国森なんですよ。これは国森で、新風の人もこの人も埋まってますよね。どこで埋まってないんかな、これ見て、まあ、M 国は埋まってこの高山さんっていう人も、この人も N 国みたいなもんなんですかね。 N 国じゃないんかな、この人。この人はもう独自ですか。この人一番最後18番の人ですね。でこの押越さんという方は張ってるところがあんまりないんじゃないかな、多分ね。で、まあ、この人のもあんまり、この女性も少ないんですけども、もう一人誰か張って貼ってない人がいてたんですけどね、誰が貼ってないかなんかよくわからなくね、本田さんかな、本田さんがこの人、日本第一党ね、この人ですかね。天皇陛下は父兄を兼じ、残っちゃよくわからんですけども。でですね、まあ、日中関係については、関係を強化をせえと言うてんのが石川外交官ですね、公明党ですね。まあ後の方はそんなに言うて、関係協会言うてのは高太郎共産党のですね、辰巳高太郎氏ですね。あとの人はまあ今の距離感もしくはガンガン行けということで、日韓関係についてはですね、まあ、日本が譲歩ということを言うてるのは高太郎だけですよね。石川氏も韓国が譲歩ということになってます。で立憲の石田秘書もですね、互いに譲歩というところまでですね。これは吉本マネージャーの大谷さんもそうですよね、国民ですけども。防衛費についてはですね、まあ、今より増やすという 2% もそうですかね、そういう方が多いですよね。で立憲も現状維持ですね。で削減というのは共産だけです。で敵基地攻撃能力の保有についても反対しているのが共産党と立憲だけですね。核の保有共有についてはですね、いずれも反対というところも結構多いですよね。そういう中ですね、こう自民党一人しか出てないんで、もう間違いなく通るんですけど、松川るいさんですね。まあ、高飛車な態度がとか言われたりはしてますけども、私も何回か会ったことありますよ、会ったことありますけど、まあ、接し方で大体分かりますよね。まあ、高飛車なっていうふうにこう自民党の議員とか言ってますからね、まあ、それはまあそうなんでしょう、はい、そのまま見てたら分かりますわ、私に接する態度なんかでもね。そういう方がですね、核共有を検討ということなんですよね。で核保有まで行ってないからええという問題ではないでしょうということです。核共有というようなこともですね、その自民党の中でじゃんじゃんと核の保有せえとか核共有せえということを言うてる人っていうのはそんなにいてないんですよね。これいずれも反対、これ自民党ですよ、見てください。これ自民党であってもですね、いずれも反対というのがずらっと多いわけですよ。そういう中でですね、わざわざ備えして言う必要性があるのかなというふうに思いますね。例えばスピードはですね、スピードいずれも反対ですからね。そんな中でなんでそれをわざわざですね、これ核共有だとか核保有だとかね、核保有って言うてる人誰も今いないですからね。
一番言ってる人で核共有ですからね、アメリカが持ってるもんみたいな、そういうことでしょ。だからその中で核共有っていうのを言うってことは自民党内でも外高派だというふうに思われるわけですよね。でもちろんこれ、不幸実現党は核保有ということになってますね。日本第一党も同じくです。で辺野古の移設に反対をしますという、立憲と、押し越しさんですね。で、もちろん共産党反対、令和も反対、上がなやや反対、なんなのややっちゅうのなんかよくわからんんですけども、まあ、やや反対ですね、マネージャーはね。で、感染防止を重視をするという点のもこれ高太郎だけです、新型コロナに対して。で新しい資本主義岸田政権はもちろん評価せずというふうに、事故以外は本来はなるんじゃないかなというふうに考えますけども。でドアホのミクスについてもですね、まあ、評価をせずというふうにこれ立憲は見直しになってますね。これ東名建設の上がですね、復興実現党ですね、これ西谷久美さんという方も評価せず見直しということになってます。西谷久美さんは西谷久美さん、西脇京子さん、いや違う、西谷久美さんですね。西谷久美さんってどの人、前にいてるってこと、西谷久美さん、西谷久美さんなんかいないの、これ全部いてんのだっていてないもん、ほら、1,2,3,4 でしょ、4,4,4 でしょ、これ8でしょ、8の8,2,6 でしょ、14でしょ、14のあれ18おるやん18いてるってことはどっかにいてんの、西谷久美さん、どこに西谷久美さんっていてんの、これいてませんよ、西谷君。こっちがちゃうからね。何これ、西谷久美さんなんかどこにいてんのこれ。え、男の人ばっかりでしょ。西脇さんじゃないでしょ。西谷久美さん。え、いてないんですけども、なんなのこの西谷久美さんってなんでいてないの。18人でしょ。4でしょ。4,2,4,4で8でしょ、8でこれ12でしょ、12で15でしょ、15で18でしょ、なんでいてないの、なんなんこれどういうことなんですかこれ、18やのになんで18でこれ18今おったでしょ、なんでいてないの、どういうことこれ、ほんまにいてないやん、この西谷久美さんっていう人なんでいてないの、数多てんのに西谷久美さんっていう方がこの中にいないっていうのはこれどういうことなんですか、なんだかよくわからんな、なんで数多た、今西谷久美さんどこ行ったの、まあ、ええわもう西谷久美さんですね、もうどこまで行ったかわからんようになってきたかな。で、ずっと言ってくればですね、まあ、10% を堅持ですね。でアフターピルについてもですね、浦谷氏は反対と、参政党は反対ですね、西脇京子さんは女性であるにもかかわらず反対ということですね。これ女性でこれなんでこれ反対するんかね、さっぱり意味がわからんですけどね。で憲法9条についてもですね、改正反対をはっきり言うてんのは西脇京子さん、これ N 国ですね、ほんで共産高太郎とですね、これは立憲ですね、で N 国の高山氏ですか、さ結局この人は N 国じゃないのどないやねんほんまに、 N 国は N 国で書いとけよ、まあ、N 国じゃなくてね、なんかいろんなとこの寄せ集まりでやってるでしょ、それでもどっかにね、なんかそれ書いといてくれないとなんか分からんじゃんね、こっちが N 国って書いてんだからね、N 国というのもどっか書きなさいよ。で、憲法9条に関してこれ軍隊にするというのは押し越し氏ですね。
で、まあ、復興実現ともちろん軍隊にするという考えですね。で皇族についてもですね、まあ、松川氏は、結婚したら外へ出ていけと、そらあんたは強いんか知らんけども、これ外へ出ていけ、これどうなの、これ外へ出ていかす、強制的にこの出ていかすというようなことがですね、これまあ残る案というか残らんでもええやろということなんですか、それともまあその案をわざわざ作らんでもですね、法案のような皇室典範とかね、そういうものにわざわざ書かんでもですね、結局その中でまあ残りたきゃ残ったらええわというような消極的に、まあどっちでも好きに自分らで決めたらええやんというようなことなのかですよ。これも質問がねよろしくないかもわかんないんですけども、どっちなんかよくわからないわけですね。でもこの中では反対というふうにしとけばですね、これ結婚をすれば女性皇族は外へ出ていけというふうに読めてしまうわけですよね。どうなんですかね。でも大阪のやつを見てても、私自分の選挙でなんかパクれるやつがあるんかなというふうに思って見たりしますけども、サイズがそもそも違いますからね、こんな予算かけるわけもないんですけどもね。して考えたらどうなの、この NHK 党コールセンターみたいなのをね、もうぜひともこの賛成党はこれ書いてほしいよね、ほんまに。日本の舵取りに外国勢力が関与できない体制作りって書いてますけど、これまあ後でまたやりますとか、この、外国人に土地売るなということを言うてんだけど、もうこんなことはもうすでに2021年に法整備法の施行されてますから、まあ、基本的にちゃんと法律見てんのかというような話でございますね。あともうそんなになんか見たいところありますか。こう一応まあ写しときますから、見たいところがある人はですね、これストップをかけて見ていただければ、大阪のやつがなかなかね見れないという方も見れますよということですね。これって大阪府選管なんかで、PDF で残してんじゃないのね。この西脇さんもようわからんのが、これ、この辺に掃除みたいな形になってるから、この主婦の夫っていうのを字使わないということなんですかね。それにしたらこの子供のどんぼをね、大人に引き連れるというようなしもべ的な意味でひらがなで行政なんかもしてるんですけども、こっちは漢字で書くんかいというようなことですよね。なんのこっちゃなんかようわからないな、これね。こういう書き方、私もほんまはこういう書き方で書きたいんだけど、こういう書き方したら見ないんですよ、みんなね、有権者は見ないから。だからまあこういうもんの方がですね、維新の方が確かにこう見やすいですよね。よう考えてますよこれ。だからこういうとこに金かけてるからね、こうよう見えやすい。こう共産もそうですね、共産もこれは見やすいかなというふうに思いますよ。そんなにして考えたら、これもまあ言ったら賛成党もこれ金かけてるはずなんで、これもね、どれが見やすいかなというふうには思いますけども、これもね、この黒字に白を抜けてこれ見やすいんですかね、どうなのかな。デザインだけですよ、デザインだけで見るんやったら、まあ週刊誌的にですね載せてるやつの方がええよなというふうに思うわけで、もうさすがにここまで省いたらダメでしょ、こんなに省いたらダメですよね。これどうなんですかね。これもね、フォントがあまりにもこれ小さいような気がしますね。そういうことで言うんやったら、まあこの程度ですかね、フォントで言うて、まあ番号で打ってねと思ったら、これも、見やすいか見にくいかといえば、これまあ見やすい側ですかね。やはり大きなところはお金かけてますよねということでございます。大阪選挙区の皆様でした。本当はねポスターで一丁一丁やりたいんだけどもね、なかなかポスターを全部貼ってるとこが大阪市内に行ったらあるんですかね。まあ探してもしあれば一丁一丁のところ、細かいところをですね写してやりたいなというふうにも思っております。